まかレシピのコーナーです。教えてくださるのは料理研究家の西ひろみさんです。こんにちは、はい、こんにちは、よろしくお願いします。さあ早速今日教えていただくのはこちらです。出ました、ふわたま乳麺です。はい、暑い夏に大活躍してくれたそうめんですが、うん、どうでしょう、まだ残ってますよね。残ってます ね, 残ってます ね, ねで、そしてちょっと涼しくなってきたら、朝晩涼しくなってくると、うん、今度温かいスープと一緒に食べたいってなっちゃいますけれども、うん、今日はね、鍋一つで簡単にできちゃうふわふわの溶き卵が入った乳麺を紹介したいと思います。あの簡単にできるので朝ごはんにもおすすめですし、うんうん、このまんまの要領で、はい、鍋の締めにもおすすめです。いいですね、うん、鍋の締めですか、おすすめです、うん、楽しみ、作っていきましょうか、はい、今日ね工程全部作れちゃいます。あ、もうこのスタジオで、はい、すごい、はい、作っちゃいます、それぐらい簡単なんだ。早速材料ご紹介します、はい、材料1人分です、うん、そうめん1わ、卵1個、水 300cc、 白だし大さじ1と1/2、地酒大さじ1、刻み青じそと入りごまはお好みでどうぞ。はい、はい、今日はね、こう小さい鍋で作っていきたいと思います、うん、はい、白だしと、地酒でスープを作るんですけれども、うんうん、白だしってね、鹿児島は日本消費量1位なんですって、すごくよく使う県なんですって。だからどこの家庭でもね、この白だしよく使ってらっしゃるんじゃないかと思いますが、うんうん、この白だしと地酒を合わせることでさらに美味しいスープができます。あ、楽しみ。鍋に 300cc のお湯が入っていますが、はい、300cc 入れてくださいね、はい、そこに今日はこの白だしを大さじ1/2、これね、ただ表示をちょっと確認してもらって、白だしのメーカーや種類によってもちょっとあの濃さが違いますので、確認しながら入れてくださいね。そして地酒が大さじ1杯です。これでスープの出来上がりです。簡単、はい、これだけで美味しくできる。地酒ない場合はどうします？そう、地酒がなければみりんを入れていただくと甘みが少し出るかと思います。量も同じくらいでいいですか？そう、あ、そうですね、大さじ1杯でいいでしょう、はい、さあここからもうスピード勝負なので、いきたいと思います。もうこの鍋の中にそうめん入れちゃいます。お、直接です。あの下茹でする必要ないので、このまま鍋に入れてすぐ、ほら、こうやって柔らかくなりますよね。で、だいたいそうめんの表示って2分って書かれているので、はいはい、ここで2分、あと2分でできちゃいます。すごい早い。こうやってすぐ柔らかくなるので、うん、そこにですね、卵、溶き卵を入れたいと思います。で、卵はよくこうやってね、箸で白身を切るようにして溶いてくださいね。さあ鍋の中ちょっとクツクツしてきたので、ここにもう入れちゃいます。おお、もう結構すぐ入れるんですね。そうで、ここで注意なんですが、もう触らない、お箸でいじらない。で、あまり火が強いと、あの泡が出てきてしまって卵が、はい、なんだ、溶けちゃうんですよね。なのでふんわり仕上げるためには、少し弱火、中火の弱火ぐらい、中の弱ぐらいの温度で、火にかけてください。ここから1分半ぐらいですね。あ、じゃあふつふつとはさせつつも強くなりすぎないようにっていう。ぐつぐつはしない。ふつふつはしてもぐつぐつはしないって感じですね。これぐらいの感じですね。だからこのほら鍋の締めにね、そのままスープが残ってると思うので、そこにそうめん入れて、溶き卵を入れて、最後の締めっていうのにもおすすめですね。いいですね、うん。そうめんを別で湯がいてなくてもいいっていうところがありがたいですね。そこがですね、簡単でいいと。思います。本当、さあ1分半ぐらい経ちましたらどうでしょうかね、うん、だんだんこう卵ふわふわ感が出てきましたね。ふわふわ感出てきました。これまた好みなので、うん、はい、もうこれぐらいで止めたいと思います。さあ器にもできてますよ。早いな全部見せます、はい、今日はね、ここに大葉を散らします。青じそ千切りにしたもの、うん、そして入りごまです。好みでかいわれ大根だったりとか、うんうん、あと今から出てくるネギ、そういうものもいいですし、具材いろいろ、そうですね、さつま揚げを入れてみたり、ちょっと贅沢にあさり入れてみてもいいかもしれません。美味しそう。